シッキム州はインド北東部の州の一つである。中国語ではスズキンと表記し、ヒマラヤ南陸のネパールとプータンの間に位置する。かつてシッキム王国だった歴史的な経緯により、インド28州のうち人口最小、面積はゴア州に次いで2番目に狭い小さな州となっている。詳細はシッキムの歴史を参照詳細は、 シッキム王国を参照シッキムにはもともとレプチャ人が居住していた。しかし、1642年、チベットが、チベット仏教ゲルク派が主導する政権である、ガンデンポタンにより統一されると、ゲルク派に対立していたチベット仏教、ニンマ派の構想と同派を報ずる、チベット人の一部が、シッキムの地に亡命し、プンツナムゲルを擁立して、シッキム王国を建国した。 チベット人の亡命政権だったことからチベットは、シッキムを続国とし、チベットを続国としていた新朝も、シッキムを自らの続国とみなすという複雑な状況となっていた。1706年、ブータン王がカリンポン一帯を奪い取り、現在の地名に変更した。1780年代後半、ネパールから来たグル家族がダージリンとカリンポンに侵攻し、 1788年までに一帯を支配した。イギリス領インド帝国時代になると、ネパールがイギリスとシッキムにとって共通の敵とみなされた。イギリス東インド会社がネパールに侵攻したグルカ戦争でスガウリ条約が結ばれ、シッキムの王ツグプナムゲルがダージリンとカリンポンの奪還に成功した。その一方でイギリスは、 チベットとの交易も模索し始め、シルクロードのあるシッキムは、その中継点として、理想的と言えた。それは南下しつつある。ロシア帝国がチベットとの関係を深めようとすることを、牽制する意味があった。1840年に、隣国の清シがアヘン戦争になると、干渉地帯の西に位置するラダックに当時あった、シク王国とチベットの間で、清シク戦争が行われた。 しかしその直後、イギリスとの間で、第一次祝戦争及び第二次祝戦争が行われ、祝王国は滅亡し、ジャンムーカ・シミール藩王国が誕生した。1849年、シッキムは南部のダージリン地方を当時の3万5000ルピーでイギリスへ活上させられた。チベットは、イギリスと隣接する領域が西部だけでなく、 東部にもできることに脅威を感じ反発したが、イギリス軍がチベット軍を撃退。1861年には、新朝との間で湿気をイギリスの保護国とすることが定められた。1866年、フランスによる雲南省経由通商路の調査がきっかけとなって雲南問題で知られるイギリス、フランス、中国間の紛争が始まると、イギリスの主な関心は、 より豊かな雲南方面へと移っていき、この地域に求められる役割はインド総督府の避暑地となった。しかし1888年の湿キム遠征で初めてチベット軍と戦闘になり、英国のチベット遠征の前哨戦となった。この時期に茶バ裁判のためにネパール人が労働力として大量に移住し、ブティアビトをしのぐ人口を要するようになった。 1975年時の湿キム王国の基礎情報。1947年にインド連邦が独立すると、湿キムにおけるイギリスの地位はインドが継承することとなった。1950年に湿キムはインド湿キム条約を結び、外交と防衛、通信をインドに委ねる保護国になった。また、同条約に基づき、湿キム王国は民主化を進めることが規定され、 三次委員と行政三次会の設立が決定した。しかし王国を支持するブティアレプチャチベット系の人口が25%に対し労働力として流入していたネパール系が75%を占める人口比率では民主化が実現した場合はネパール系が主導権を掌握することが王国内で危惧されたことから執気王国政府は 三人議席のコミュナル別割当てを実施した。すなわち、全十七議席のうち六議席を、ブティアレプチャ系に、六議席を、ネパール系に分配して、これを、選挙議席とし、残る5議席を国王による信任と定めた。ネパール系住民を主体とする政党は、不平等な選挙制度に不満を抱いたが、第十一代国王タシナムゲルは親インド姿勢を、取っていたため、インドも、 彼の知性においては、コミュナル選挙制度を支持していた。しかし1963年にタシナムゲルが崩御し、皇太子パルデン・トンドゥプナムゲルが即位すると情勢は変化する。パルデン・トンドゥプは、インドの保護下に置かれる、シッキムの現状に不満を抱き、王室を支持する、ブティアレプチャ系のシッキム国民党を支援し、タシナムゲル王の親インド路政を反インド。 シッキム独立の政治路線へと転換した。このためにインドは、親インド派で、ネパール系政党のシッキム国民会議派などを支持するようになった。参事院選挙制度は何度か改正されたが、コミュナル選挙制度の原則は変わらなかった。そしてついには、反員運動の盛り上がりや、他党の足並みの乱れをつく形で、1973年参事院選挙で SNP が、 選挙議席18議席中11議席を占める勝利を収める。しかし、この勝利はもちろん、コミュナル選挙制度の恩恵によるものであり、SNC などのネパール系政党が不正選挙と球断したことで、デモや武装放棄が全国規模で発生した。混乱を収集する力のなかったパルデン・トンデプは、インドの保護を求めて事態を乗り切ったものの、この結果、失キムは、 従前以上のインド属国化を強化する協定に SNC などの政党と共に署名させられたのである。三者協定に基づいて三次委員に代わり、湿気無立法議会が創設され、1974年に選挙が実施されることになった。すでに三者協定成立直後には SNC など親印のネパール系政党が合併して湿気無会議派を結成している。 インド型の単純小選挙区制が新たな制度として導入されたこともあり、人口構成で優位な SC が29議席を占める圧勝を収め、SNP はわずか1議席へと転落した。新たに首相に就任した SC 総裁で、ブティアレプチャ系のカジレンドプドルジは、インドの意を受けて、国王権限を大幅に制限する新憲法を制定した。 1975年4月9日、パルデントンドゥプの退位を求めるデモ隊に、宮廷親衛隊が発砲して混乱し、収集がつかないと、カジ・レンドゥプドルジ首相からのインド軍派兵の要請に、基づき、混乱を収束させるため、インド軍が介入、王宮軍は武装解除され、パルデントンドゥプは遊兵された。翌日の立法議会は、王政廃止とインドへの返入を全開一致で、 議決14日に行われた国民投票でもインドへの編入が賛成多数で承認された。15日には湿キムをインドの第22番目の州とする憲法改正案がインドの国会に提出され26日に上院を通過した。同年5月16日大統領が憲法改正案を認証し、ここに湿キム王国は滅亡、湿キム州として インドに編入された。中華人民共和国政府は、シッキムが、真の属国であった、チベットの属国であったという歴史的経緯から、インドによるシッキムの併合を認めていなかった。このため、中国で発行される地図には長い間シッキムが、独立国家として描かれていた。2003年、中国の恩下法首相が、インドのアタルビハーリー・バージペイ首相と会談した、 両国の辺境問題について議論された。この結果、インドと中国は、チベットにおける、中国の主権と湿気ムにおける、インドの主権を相互承認し、中国で出版される地図で湿気ムは、独立国家としては描かれなくなった。2005年、中印両国は、チベット湿気ム間のナトラ峠とジェレプラ峠について、その解放を提案した。 チベットを含む中国本土全域を領土と主張する台湾の中華民国政府はかつてインドによるシッキム支配を公式には認めていなかった。このため台湾で出版される地図にはシッキムが独立国家として描かれたことがある。段々畑の稲作ヒマラヤ山脈に囲まれ高度280メートル以上でカン,チェンジュ画はインド最高峰世界第3位である。 土地の大部分は岩石の多い斜面で濃厚に不適だが、一部だんだん畑ができている。1、3は森林である。人口が集中する高度の低い南部を除く山地には、80もの氷河、100以上の川が流れる。温泉も5つあり、溶分が多く、湯治場として知られる。チベット、ブータン、ネパールへ通じる道がある。気候は亜熱帯から寒帯にわたり、 北部では1年のうち4ヶ月が雪で覆われる。多くは28度 C を超えない温暖な地域に住む。6月から8月はモンスーンの季節である。ラチュンデラでの伝統の踊り75%がネパール人でイギリス保護国時代の移民である。15%がブティア人、7%がレプチャ人。シッキムマニパル大学ネパール人の宗教は、 ヒンドゥー教で州の最大宗教だが、ブティア人とレプチャ人の宗教は主にチベット仏教である。レプチャ人にはキリスト教徒も多い。1977年には、州の公用語はネパール語、シッキム語、レプチャ語のみこと語であった。1997年には、リンブー語、タマン語、ライ語、ネパールバサ語、マガール語、スヌワール語、シェルパ語、 グルン語を加えた11個どこになった。ネパール系ブータン人と同様の問題であるが、シッキムでは逆に、ネパール人の数に物を言わせて、強引な民主化を成功させ、レプチャ人とブティヤ人の権力は失われ、一時はネパールに併合されかけたが、インドの介入で、インド併合に止まった。最新世界敏乱1975年発行版、講談社役者、野間昭一より、 2003年6月24日外交部こと人、在位、社商大会上当社。中人民共和国外交部。h t t p t e s t f m p r c g o v c n c h n x w f w f y r t a ス1 0 3 2 t 2 3 4 8 3 h t m 2 0 0 8年2月12日閲覧。 双方在、会場多外作、生、国先、http:/news.xinhuanet.com スラッシュヘラルドスラッシュ2005-04スラッシュ18スラッシュコンテント284万 4918HTM 2008年2月12日閲覧。スバ、JR ヒストリー。 カルチャーカストムズ・オブ・シッキムキャンパブリッシングハウス P171 ありがとうございます。